東京ミッドタウンタワースキッドマー・オーウィングズメリルトは1936年にシカゴで結成されたアメリカ合衆国最大級の建築設計事務所。シカゴ本社に次いで1937年にはニューヨークに事務所を開いたほか、現在では全米各地及びロンドン、香港、上海にも事務所を置く。 大きな商業建築を主に手掛けており、特に超高層ビルに加作が多く、鉄とガラスからなる箱状のインターナショナルスタイルと呼ばれるモダニズム、建築様式を世界中に広めることに貢献した。村に所属した主要な建築家としては、ルイス・スキッドモア、ネイソン・オーウィングズ、ジョン・メリルの3人の創業者のほか、ゴードン・バン・シャフト、マイロン・ゴールド・スミス、ウォルター・ネッチュ、 ブルース・グラハム、デイビッド・チャイルズ、ロジャー・ダフィ、クレイグ・ダブリュー・ハートマン、デビッド・シャンク・ボーン撮影。ありがとうございます。